田軍は謙信の策を破り川中島の激戦を制した。信玄は弟信繁の死を悼む間もなく次なる行動に移る。王道、天下万民が幸せに生き暮らせるよ。信玄は天下にこの王道を敷くべく上洛を決意する。その手始めとして盟友今川との同盟を破棄、桶狭間で義元を失い混乱していた今川の駿河を攻める。この信玄の非道とも思える行為に対し、北条氏康は今川氏真を救うべく援軍を差し向けた。信玄の一連の行動には焦りの色が見えていた。その焦燥の裏にある思いを知る者は信行のみであった。武田の将、駿河侵攻。披露しましょう。親方様どうしちゃったんでしょうね。今川が弱ってきた途端さっさと同盟解消即合戦っていくらなんでも急すぎやしませんか。何かお考えがあるのだろう。私は親方様に従い切り込んでいくだけだ。お守りする忍びの苦労も考えてくださいって。相模の志士北条氏康、上杉謙信とも肩を並べる名将だ。さてどんな軍略が見られるやら。
凄まじき攻めよ。約定通り我らは武田にお味方いたす。天の勢いを殺してはならぬ。攻めに攻めよ。することは火のごとし、ひねりはないが、力攻めもまた訓略か。いいけ、家君。敵と出会わば、脇目を振らず突撃すべし。デモン。ではなかったか。我が功にしてくれるわ。戦は長引く。急ぎ山道の敵を撃ち
地ザメを追え。山道へ回れて。どうも震源攻撃だから山が抜けちゃってる。不穏な静けさ、敵の忍びか。敵さん、黙らせてきましたよ。目を取るだと。俺は軍略も腕っぷしも立つ男だぜ。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。守るのが私の役目。誰一人通さない。氏真様、お早く。敵は拙者が食い止めまする。世話になったようだな。
せてきましたよ。ここまでかの今川はついえた。北条も叩いて上洛の後輩を固めるよ。調子に乗ってんじゃないわよ。武田の大将ぶっ飛ばしてやる。開門。平気さん黙らせてきましたよ。さては行きますか。なんという強さよ。我の宿命が遊ぶのが一人だ。せっかくさ、手加減なしだ。固めときたかった。で、駿河攻めて上洛路作るついでに俺ら北条をおびき寄せて叩こうって腹だ。それも軍略ですよ。あのうさんくせえ野郎は王道を敷くのにそんな効率重視するやつだったかよ。では、信繁様を亡くされたために。ああ、信玄公は焦っておられるのだ。一刻も早く王道をなし、乱世を終わらせようと無理を覚悟で突き進んでおられる。弟の死を無駄にせぬために。親方様は兄上だからこそその心中を明かされたのでしょう。いや、そうではない。親方様は私に覚悟を促したのだ。だが私には親方様のように弟の死を乗り越え進むことはできない。頼む、散らないでくれ雪村。花が散り残された幹は
ただただ寂しい。兄上。